17世紀オランダのフリュートフリュートフルート、またはフライトとは、輸送用に設計された小船のこと。16世紀のオランダで、積載スペースとクルーの活動効率を最大限にし、海外での輸送を容易にするよう設計された。国際貿易の競争力強化のために長く使用され、17世紀から18世紀には、オランダ東インド会社でも使用された。フルートは、 オランダ本国に限らず広く人気を得ていた。標準的な大きさは重さ200トンから300トン、長さ80フィート。船底に比して甲板が狭い西洋な型の船体を持ち、喫水船の上の狭いデッキには大きな貨物室を持っている。これはデンマークによってエーレスンド海峡で徴収されるメインデッキの面積に比例して高くなる税金に対抗する策であった。 二本、または三本のマストに黄斑が貼られており、搬送形式はブリックやシップ型であった。外観は初期のガレ温泉によく似ていたが、より速度が出るようにガレ温泉よりマストは非常に高く作られた。武装として十二門から十五門の訪問を持っていたが、それでもまだ不十分であり、海賊の格好の標的とされた。末期の標準的な不遊とは、 積載スペースを最大にするために軍備を最小限にするか、あるいは完全に除いてしまって、貨物を運ぶための滑車を設置していた。バルト海では武装したフリュートが護衛船として用いられることもあった。ありがとうございます。